ブリ。ブリ、ブリ、アンバージャック、学名セリオラクインクウェレイビタは、スズキメアジカに分類される海水魚の一種。北西太平洋に生息する海遊性の大型肉食魚である。日本では重要な食用魚であり、各地の文化や産業に深く関わる。生魚は、最大で全長150センチメートル、体重40キログラムの記録があるが、 通常は全長1メートル、体重8キログラム程度までである。体は前後に細長い防水型で、あまり側平たしない。背は暗青色、腹は銀白色で、その境の体側には黄色の縦帯体がある。体表には細かい鱗があり、側線鱗数は210から220枚に達する。 ヒレ状は、第一背びれ5棘、第二背びれ1棘29から36難状、尻ヒレに有利げ17から22難である。全長30センチメートル程度までの若名は、第一背びれの棘状が6本だが成長すると5本になる。同族種の平らとよく似ているが、ブリは、上額上高端が角張ること、胸びれは、腹気より長いか、ほぼ同調であること。 体はあまり側平たしないこと、黄色の縦帯は、やや不明瞭なことで、区別できる。またぶりは、北西太平洋のみに分布するので、他地域では、平政のみになり、混乱は起こりにくい。また平らの旬は夏である。これも同族種のカンパチ、ヒレ長カンパチは、目の上に黒い斜めの帯模様があること、体がよく側、平たした抗が高いことで、区別できる。 南は東シナ海、北はカムチャツカ半島、東はハワイまでの北西太平洋に分布する。主な生息域は日本海南部と北海道南部九州の太平洋岸である。通常は群れを作り、やや沖合の水深100メートル程度の中層、低層を遊泳する。季節によって生息海域を変える海遊魚でもあり、春から夏には 沿岸域によって北上し、初頭から春には沖合を南下する。ただし温暖な南方海域では海遊せずにいわゆる、せ気きになる者も,もいる。性質は臆病で、驚くと群れごと深みに逃げ込む。食生は肉食で、主に小魚を捕食するが、甲殻類や、糖塞類も捕食する。ブリの産卵期は東、シナ海南部で2の3月、九州近海で4の5月頃である。 ブリの卵をブリコ、ブリコという。産卵は、能登半島、房総半島以南の、水温摂氏20度前後の温暖な海域で行われる。卵は、直径1.2から1.4ミ、mm、リメートルの、休憩分離浮遊卵で、受精後48時間ほどで孵化する。卵と死魚は、表層で、プランクトンとして、発生、成長する。春。 全長数センチメートルになった稚魚は流れもに寄り添って生活するようになる。この時期の稚魚は金属光沢のある気褐色の体に赤褐色の横縞が6から11条入っており、生魚とは体色が異なる。この稚魚は日本各地でモジャコ、モジャコと呼ばれ、養殖業従事者はこの稚魚を捕獲して養殖用種苗とする。 流れ藻についた稚魚は主に小型甲殻類を捕食するが、成長すると小魚を多く取るようになる。夏には、流れ藻から離れ、沿岸で、岩種類等の小魚を捕食しながら生活する。秋に、海洋へ泳ぎ出て、本格的な海遊を始める。 成長は1歳 32cm、2歳 50cm、3歳 65cm、4歳 75cm 前後と推移する。標準和名、ブリについては、江戸時代の本草学者である、貝原駅犬が、油大きさかななり、油の上を略すると語っており、油が、ブラへ、さらに添加し、ブリとなったという説がある。漢字、ブリは、シワス。 12月に、脂が乗って、うまくなる魚だから、または、死は太陽であることを表すため等の説がある。他にも身が赤くて、ブリブリしているからといった説がある。子の漢字に、魚夏、魚辺に夏、魚、夏が使われる。また大きさによって、呼び名が変わる出世王でもある。日本各地での地方名と合わせて様々な呼び方を、される。 8 0トル以上のものは、関東、関西とも、ブリと呼ぶ。または8 0トル以下でも8ラム以上、関西では6ラム以上のものをブリと呼ぶ場合も、ある。和歌山は、関西圏だが、関東名で呼ぶことが多い。流通過程では、大きさに関かかわらず養殖物を、ハマチ、天然物をブリと呼んで区別する場合もある。一本釣り、ハエナは、 低地網、巻き網、刺網、掛網等各種の漁法で漁獲される。重要な漁業資源だが、大物釣りのターゲットとしても評価が高い。30センチメートルから60センチメートルの魚体を、対象に竿やリールを使わず、道糸を素手で手繰り寄せる。いわゆる、カッタクリが引きの感触を直接味わえるとされ人気がある。近年は、ルアーフィッシングも盛んで、 また船釣りだけでなく、潮同士の良い港湾内や岸壁近くにも入り込んで来ることがあり、陸からの釣りの対象にもなる。主に、西日本の沿岸各地で春に流れもについた稚魚、モジャコを捕獲して養殖する畜養が行われている。1960年代前半に商業生産された養殖魚の出荷が始まり、 1980年代以降は約15万トンの生産が継続している。日本国内におけるブリ類の生産量は漁獲量およそ5万トンに対し養殖による収穫量が約15万トンと大きく上回る。大抵の肥育期間は2年程度。前述の通り商品名がハマチになる場合もある。世界で初めて養殖に成功したのは日本の引き立 香川県東香川市においてである。その方法は、築定方式と呼ばれる天然の入れや小湾を堤防で仕切るものであった。その後支柱式も囲い方式が開発され、小割式も生けす方式へと至った。養殖ブリ類の主な生産地は、鹿児島県、鹿児島湾、愛媛県、長崎県、大分県等である。特に、鹿児島県は4.4万トン程度で、 全国の程度を生産している。従前の養殖においては、餌として小魚等を巻くため、その残りなどが海底に沈殿しヘドロを形成することが問題視され、また大抵は湾内で行われるため赤潮の影響も受けやすかった。その他にも、配合飼料の匂いがして決して美味とは言えないこと、養殖網に使われる薬剤による環境や魚体への汚染、 病気予防のための抗生物質残留等への不安が指摘されていた。年次水位出展、養殖魚種別収穫量留年統計全国、昭和31年平成24年。浜地養殖事業は、イカダの経流技術の向上による養殖場所の外海への移動と餌のペレット化によって、21世紀に入って業態が大きく変わった。潮の流れが速く、 常に海水が循環する外海にイカダを経流することによって赤潮被害や残留資料の海底への蓄積が起こりにくくなった。寄生虫もつきにくいため抗生物質の使用量も減り、出荷時の魚体内に抗生物質は残留していない。潮の流れが早いためハマチの運動量が増え、身の締まったハマチを提供できるようになった。味も天然物と比較しても遜色なく、一年後、 通じて状態が良いため、時期によっては天然物をはるかに上回る。また、餌のペレット化によって、以前は魚下に左右されていた餌の価格が一定にな。さらに魚の成長過程に応じた必要な栄養素を与えられるようになり、養殖業者の収益率の向上につながった。このため従来は2年で出荷していたハマチをもう1年肥育し、 ブリとして出荷しようという野心的な試みを行う業者も出現している。魚臭さを抑える技術も開発され、海外への輸出も多くなると見られる。こういった養殖業者の努力が実を結び、近年では天然物よりも養殖物のハマチが良いという逆転現象が起きるほどである。しかし養殖ハマチに対し、蒸気のようなイメージを未だに抱く消費者もま多い。 養殖業者としては、これらの悪印象を払拭し、安全で微味な養殖ハマチを普及させることが課題となっている。旬は産卵期前で脂が乗る冬とされており、日本ではこの時期のブリを特にカンブリと呼ぶ。カンブリは同族種のカンパチやヒラマサよりも脂肪が多く、独特の風味がある。ただし産卵後の春には脂肪量が減少する。 料理法は幅広く、刺身、カルパッチョ、叩き、寿司、ブリシャブ、シャブシャブ、味噌漬け、焼き魚、デディ焼き、塩焼き、煮魚、ブリ大根等で食べられる。出世魚で縁起が良いこともあり、西日本ではおせち料理に欠かせない食材とされ、東日本では主に鮭を使用する、福岡県では雑煮の具としても用いられている。また、特に、 富山県や石川県では、かぶら寿司の食材として使用されることもある。刺身として食べる際、高知県では一般的にぬたという酢味噌、タレをつけて食べる。富山県から関西地方では、年末年始に食べる文化がある、年取り漁。富山県の西部、呉西、特に新港や見を中心に、娘が嫁いだ初めての年末に婚果に、 カンブリ一本を聖母として送る風習がある。九州の北部の地域などでは、逆に突ぎ先の家から、嫁の実家へブリを送るという習わしがあり。これは、嫁ぶりがいいということで、お嫁さんの頑張りを実家へ伝える意味がある。BR。荒巻酒と同様に加工する塩ぶりもあり、ブリ街道を通って鉱山から松本など内陸部に、正月の魚として運ばれた。 魚介類や使う定食や居酒屋などでは、ブリの荒のうちで選ぶたから胸びれまでの部分である釜を、ブリ釜といって汁物、煮物、焼き物にして出すことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。